1> 第1回阪神タイガース日本一おめでとうラジオ名おう,うも塚本恭平です黒川彩子ですよろしくお願いしますお願いしますいや日本一になりましたねなりましたけどラジオの名前変えないでくださいえ全然違いますおもろウラジオですえうん <laughs> もうそれしか喋る気ないんやけどいやそうですよねもうほんと塚本さんおめでとうございますいやーよかったよ日本シリーズほんまに <laughs> 全部見たずっと見てましたねずっと見たツイッターずっと阪神のことばっかり <laughs> あれみたいなこの人阪神しか見てないぞと思ってましたよあの、はい、先週のおもろでさ数、はい、野さんがサンドさんに微妙な振りしはったやんかあ、はい、あのサンドさんも応援されているって言ってさ <laughs> サンドさん別にそこまで野球応援されてないんやけどいい、ねはい、サンドさんが一回だけツイートでなぜかしら阪神を応援してしまうみたいなつぶやきを一瞬しはって、はい、あの俺普段サンドさんとツイッターって特に何もしいひんやんけど、はい、即リツイートしてしまった。<laughs> すぐ反応しちゃったすぐ反応ファンやからでも1時間後に「ドラクエ」始めてるっていうのはすぐ分かったからそうなんですねまあいいよ別に別に誰にも強制するもんではないしそうそりゃそうですよねよかったよかった第何戦がよかった見てそんな知らないですよ第何戦とかあそうなのすいません最後はちゃんと見ましたけど最後見に行った最後はなんか見ましたやっぱ買ったんが2457なんやんかやっぱり4と5がやっぱ素晴らしくてさ うどうしても、うん、興味持てえや。<laughs> 始まってしまったと思って <laughs>。そうなんや、そうですか。うん、泣きました？あ、でもね、あの、はい、リーグエーションの時はめっちゃないだけど、うん、日本一の時はなんか意外と仲変か,かった。えー、なんかあ、優勝してまう。あ、優勝してまた,、うん、てもたみたいな感じで。 方針状態みたいな感じですかでもその後のなんか深夜の優勝特番で、うん、なんか選手たちが喜んでる顔を見たらツーってこう涙が出てきて出てきたんですかよかったねみんなって思いながらでやっぱりあの今日は試合について詳しく説明していくいやもうもう喋りたいことあるならまあまあ10秒ぐらいで喋ってください短すぎるや <laughs> どうやってでも阪神ファンの方ね多分いらっしゃると思うんで多分これ聞いて嬉しいと思う方もいらっしゃるかもしれない阪神ファンがおもろラジオ聞いてるかどうかは知らん <laughs> あ,<の>あと俺テレビであんまり「阪神ファンです」って言うてない気がする、うん、あそうですね、うん、言った記憶がないでもツイッター見てる人はもう分かりますよツイッター見てるる人は分かると思う、はい、でも テレビだけでも多分言ったことないんちゃうかな、うん、今まで地上波で。うん、ないと思うあの<ー>滋賀の高校刑事とかがやっぱり、はい、あのどのチームに行くかとかがやっぱり分からへんしん、はい、あ例えばあの、まあ、名前出してあれけど巨人に、うん、あの横川君っていう長浜か米原出身の大阪桐蔭から行った子がいるんやけど、うんはい、じゃあ巨人やから嫌いかって言ったらそれは全然ないから。うん 別にのでアンチ巨人でもなければ他の球団が嫌いなわけでもなくて野球は好きやから別に阪神好きやけど他のチームも応援しますよっていうスタイルは取ってるつもりではいるああなるほどそういうことですね、うん、阪神がまあ特別好きだけれども別に他のが嫌なわけじゃない嫌なわけな全然ないみんな応援みたいな感じ他のチームにいろんな選手いるけど志賀の子はみんな応援するし山田陽人が西武にいても西武応援するし <laughs>、はい、<laughs> 聞けや<ー> <laughs> いやここまで阪神大好きだして最後になんか必死にフォローに入らなかったから別にあの好感度を意識してるわけじゃないよ<笑><笑>いろんなところへのフォローに入ったんでちょっとそら <laughs> なあじゃあ巨人にいるあの選手応援しないですかとか言われるやんか <laughs> そうですね、うん、でもそんなことはない<ー>全然でもどうするんですか<が>阪神対、うん、滋賀県出身応援してきた球児が、うん、行ったチームの この戦いが行われることがあるとすればどうするんですかいやそれは選手はそっちを応援するけどチームは阪神を応援するよそれ以外ないや両方です、ね、ないあ,あそうですかないほんまになるほどこれなんか阪神で、うん、いつまでこの話していいの <laughs> 自分で <laughs> 自分で不安にやってるけどこれ YouTube やけど需要あんのかいかついつい私も聞いちゃいましたけどあの私はの箱押しなんで、はいうん、アイドルで言うところの、まあ、しゃべるんだ <laughs>、ね、はい。 この選手がどうとかじゃなくてみんな応援してるからそうですねみんなだからこの選手が移籍して消えたらもうええやんかもうええもいえい次行きましょう黒川さん実況お疲れ様でしたありがとうございました高校バスケ女子実況をさせていただきましたどうでしたいやテンション下がんない楽しくしゃべりなさい自分の実況の反省は本当に山ほどあるんですけども自分の実況はもういい 選手の皆さん、お疲れ様でした。<laughs> <laughs> もうここに行き着くんです、いつも、<ー>もう自分の実況いろいろあるけど。うん、主役は選手だから、選手の皆さん、本当にお疲れ様でした。分かった。はい、じゃあ、私も黒川さん、ダメだし,しないようにする。ええ、ん、でもんですか、えー。選手にお疲れ様でしたっていう何だろう、今、<laughs> あかんから。じゃあ、そこはしてくださいよ。お願いします。教えてください。もう。じゃあ、今からこのラジオを使って、コンコンと。<laughs> ええー、パワハラジオが。始ま阪神 <laughs> の次は、パワハラジオか。<laughs> <laughs> さっき数えたら、でも大物ラジオ三十回目やろはい,やいや、そうですね。すごいな、三十回もやってんや。そうですね、まだでも三十回かっていう感じもありますけどね、ま、もっとやってる気持ちありました。ああ、そうか、でもなんか。うん 多いな三十もいったかよう残ったなっていう感じ想するけどまあ、まあ、そうですね記念すべき三十ですもんね。うん、はい、そんな時にこんな話でいいのか？おもろの, <laughs> の話しましょう。<laughs> えーっと、<laughs> えーっと。 切り替えて切り替えてくださいえっと先週の金曜日ははい日本シリーズの試合がなかったんやね <laughs>、はい、だから比較的みんな見てくれたんじゃないかな、はい、そうですね、うん、あれ試合ある日におもろあったらさなんかもう自分の心どこに行ってたんやろうと思いながら、はい、よかったよほんまに金曜日に日本シリーズなくてそうですね、うん、すっごい良かった、うん、仕事に集中できたそうですねいおもろ入ってください <laughs> <laughs> 長浜の、はい、えっとワインのお店やワインはい飲みました美味しそうだった美味しかったです私も実は飲ませていただいてあ言ってたのもうやるそう,あそうそうそうサンドさんがね、うん、言ってくださったんですけどめちゃくちゃ美味しくて、うん、普段飲まない私が美味しくてグビグビいきました、うん、心こうドリルられた感じあもうやるでください塚本さんまで<え>私あれ絶対カットしてもらえしてもらえるとかしいね カットかなと思ってたんですけど<う>サンドさんが思った以上に広げたので<う>使っていただくことになりましてあれは切れへんやろ <laughs> そうですね <laughs> そうサンドさんの優しさでもあり私の恥でもあり <laughs> いや俺だってプレビューしながら自分でも作るのもんシー <laughs> ドルニードルまで言いったけど <laughs> <っ>ドリル <laughs> ドリルっって本当に思い浮かかばなかったんですよ<う>でも自分でもあ「ああおもんないこと言ったわ」みたいな<う>ちょっとディレクターにも申し訳ないおもんなかったな今のと思ったんですけど<う>サンドさんが思った以上に広げていただいてなんで2ドルからドリルにいった <laughs> だからもうド,ドルドうしかもうないんですよね <laughs> ドうしか残ってないんですよ必死ですよあの時点でつな<う>がらないんですも,も繋がらない。もうドリルしか出てこないんですからめちゃくちゃ怖い時間でしたよ <laughs> VTR 見ながな、はい、ドリル」って俺声出たの <laughs> <laughs> それだ,そ<う>だ多分俺サンドさんと同じようになってたのいやなりますなりますもう現場も笑ってないですからね<お>誰もどういうことの状態ですから。 全部だからワインとさシードルの印象全部あのあれドリルが奪っていくっていうねそうですねきっと俺サンドさんスタジオでも言うなって思ったらやっぱり言ったしな言いましたねなんか最後の方も言ってましたね番組のまだ覚えてるみたいなあれは覚えてるあれは名言や迷う方やけどそうですね恥ずかしすぎる ワインの話しにかった <laughs> 申し訳ないワインめっちゃ美味しかったです本当にえっとあとよさこいも,もねスタジオにも来ていただいてそうあの親子関係がさめっちゃうらやましかった俺うらやましかったうちの子が高校生とかなった時にお父さんがやってるのが 楽しそうやったとか言ってくれたらもう俺泣いちゃう。いやいい子供お子さんすぎますよね。泣きますよ。俺こんなに日本シリーズ見てたのにさ、うちの娘一秒も多分野球見てへんから。かわいい。むしろあのまだ終わんないの？いやそれは野球今日もあるの？逆にねそれそれが普通ですよ。野球終わった今週まあテレビ見る見るうちの子。やっと終わったんかい。やっと終わった。そんな感じが当たり前の中。はい。 お父さんがやってるよさこいに参加して中心、うん、メンバーを担ってスタジオまで来てくれるという、はい、そういないいないあんな娘さんいない あとそのお父さんがスタジオに来てくれた中でサンドさんが「どの子が一番良かったですか?」ってあの振りも完璧そうですねさすがありがたいですあれどう言うてもおもろいもんそうですねでもお父さんの答えも100点でしたよねあでもどっちでもおもろいねそうですねうちの子ですって言っても十分おもろいし大人の回答してくれても面白かったからあれはもう振りが一流でございました一流でございましたさすがでした振り返りサンドさんのいや うまっ,って思った俺スタジオで、うん、一番おもろい質問きたと思って、うん、ふとね あんま出演者込めてもあれないけどあのさすがサンドさんうん、そうですねあの親子二人の良さも出ましたよねスタジオでも披露していただいてありがとうございましたえっとシガトピはえっと内田玄太さんが来てくれてはい黒川さんのファンではなかった違うかったんですね私楽しみにしてたのそれを半笑いで言うからあかんじゃ言われたやんスタッフにも言われました それはもうふでこい感じで言わな、はい、どうせ言うんやったら、ね、確かに冗談感出さずに本気の感じで言えって言われましたねなんでラジオでダメ出し食らってんの <laughs> そんなん言えるわけないじゃないですか私のわけないんだから <laughs> そこをさもう、はい、あの嫌われに行ったらいいのにさ嫌ですよ嫌われるのなんて そやっぱりそこがなんか「私嫌われたくないです」ってやりたいです」っていうのが逆に嫌われていく要因なんじゃないの最悪じゃないですか最悪な流れできてるじゃないですかいいことないなの話内田さんの話んですサンドさんの大ファンでサンドさんが「世界の鍋圧」で出てる頃から子どもの頃からずっと見てきたからサンドさんに会いたいんですとで去年からずっと言ってくれてはって で去年はごめんあのまあまあ国体優勝したらねってあやっぱりそういうことやったんですねあの塚本さん適当に流してしまったりそうですよねはい今年国体優勝したら、うん、会えますかって <laughs> うわ本気やったんです、ね、あのそこまで言っていただけるならぜひと、うん、お願いしてきてくれはって、うんうん、嬉しいですよね んか我らがサンドさんがやっぱりそこまでのスターっていうのがすごい嬉しいやんそうなんですよサンドさん以上に多分周りが喜んでるんですそうやねそう分かってほしいスタジオ来たいとかじゃなくて琵琶湖放送行ってみたい出てみたいじゃなくてサンドさんに会いたいって言ってくれるとめっちゃ嬉しいねんしいですそうそうサンドさんいるんですよそうなんですようちの顔なんですよそう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 よく分かってくれてますねみたいな分かってるな自分みたいなそうなるんですよね これから来たい方はスタジオに来たいとか生放送出たいとかテレビ出てみたいじゃなくてサンドさんに会いたいと言うていただくのが実は正解なのかもしれない偽物のファンの方も出てきそうですけどそれはまあた分かると思う本当ですかサンドさんが分かるとこっちじゃなくて気づかはりますもんね <laughs> あそこの内田さんの熱意はきっと伝わったはずやしーツーショット写真撮るとき目キラキラ輝いたもんな輝いてました本当に <laughs> 嬉しそうで本当 <laughs> まずツーショットからってなりましたもんね <laughs> 来ていただいてありがとうございます、はい、いま国体優勝改めておめでとうございます渡辺君も優勝おめでとうおめでとうございます,います黒川さんね現地で取材したもんね、はい、そうなんですよ本当カメラにもいろいろピースサインとかしていただいて優勝インタビューも撮ったのはい撮らせていただきましたずっとニコニコやったずっとニコニコとしててもうむちゃくちゃね本当かっこいい選手やと思いますあこれからも頑張ってください頑張ってくださいえっとはい今週は今週はあそうや高校バスケや はい、高校バスケット高校サッカーやんそうですよ来よましたねまた黒川さんの実況が聞けるわけいやそうそうあのちょっとだけ入ってるとは思いますけれども<う>塚本さんの実況もあのちゃんと入ってます別にいいですなんでですかあのそこまでで出たがりじゃないんで私 それは黒川さんと違うんだよだそれは嘘ですよ塚本さんなんでやねん社内全員今突っ込んでます <laughs> 嘘つけって出たがり二人ですよ <laughs> 俺黒川とは違うと思ってたんやけどいやいやなんならナンバーワンですよそんなことないよ <laughs> そんなことない黒川さんには負けるわえー でもここの2トップですよね出たがりとしてはねそうなんかな分かんないですけど裏で言うてる人はいろいろ知ってるけどそんないいんですよそんな話そんな話いいんですよんでそんなぶっ込んでくるんですか私は知らない誰のことやと思ったす私は誰も知らないです誰のことやと思っトップですとバスケがこの前だから黒川さんと私が実況した決勝男女決勝ねサッカーが準決勝準決勝です今週が決勝やからそうですね 決勝前にまあ準決勝の模様をご覧くださいという形でまあ中継見逃した方もぜひ見ていただければと思っていますしおもろ見つけ旅は、えー、なんとあの阪神タイガース日本一特集ということでよろしいんですか、ね、<laughs> いやあのもう一箇所行ってるんであのそれだけにしないでくださいでも阪神ファンの方は必見になってますミラクルだろすごくない、うん、すごいですす本当にごも見てもらったら分かると思いますけど本当にすごいですよそうや、うん、俺が紹介したの <laughs> そうですねそうですねうん確かにそうだここぞとばかりに言うけどここぞとばかりに言うけどやっぱりリーグ優勝もすることやしって言ってねこの日本シリーズできっといい結果が出るんじゃないかという願いを込めて紹介したら採用してもらえて面白い人だったやろ 私喋らずずっと笑ってると思います <laughs> ナビな流しながら <laughs> 今回 V 見る時ももうはいみもずっと笑ってると思います楽しかったこのロケ長浜に「虎姫」っていう地名があって、はいはい、日本で確か「虎」っていう漢字が入ってるところってほとんどなかったんじゃないかな見たことないですよねでえっと2003年、うん、今からだから20年前や阪神、はい、が優勝した時にリーグ優勝した時に 全国的に盛り上がってめちゃめちちゃゃ、うんはい、今以上に多分、うん、で長浜に「虎」っていう地名があるみたいな話になって、うん、そこに何のゆかりもないのに阪神ファンがめっちゃ行くようになってお虎がついてるからそれだけただそれだけの理由それだけでわ、うん、からないもんですねそれは俺も分からへん ラっていう地名が付いてるだけでいいってなんかええことあるのかなって心が中で思いな,な,んだながらみたいない、ね、そうそうそうで、うん、やったらあのちゃんと半信半が行ける場所を作りましょうやっていう話になってできたのが今回サンドさんと黒川さんが行く場所、うんはい、でそこで作った人がまあ実際に出てきてくれはるわけやけど、うん、まあ面白い人でね面白い人で楽しい人で優しい人で。 最高でしたよ最高やったね、うん、これでみんな阪神ファンになるよきっといやちょっとそうですよねあの私もタガさん思い浮かべて、うん、あの阪神すごく好きになりましたやろ変わりますね<ー>、うん、やっぱだからそれをこの日本シリーズで優勝した時の修理持ってこられたミラクルうん。奇跡はいそれは誰のおかげいや塚本さんでしょう <laughs> いや<よ> <laughs> おめでとうございますでもあの言うとの俺地上波れはこんなこと言わへんからなあそうですね確かにぜこんな感じ出さないですもんね <laughs> 言わへんよそんな言わないですね言わへん俺俺みたいな感じないですもんね何を分けてるんですかそれはラジオは何だと思ってるんですかララジオはホームグラウンドやろあーなるほどえ違う違うなんかもっと正確に言うとだから、はい、おもろは <laughs> 違う違う <laughs> おもろは俺の番組ではないから ああサンドさん、サンドさんとカズノさんがいて、まクロカーがいてっていう番組で、はい、私はあのサンドさんとカズノさんに紹介する立場として出てるだけやから、はい、別にわがわがっていうことはないよ。そこの気持ちの違いなんですね。今ここは別にそんな気持ち全くないから。<laughs> 今はじゃあもうわがわがんんで、ねはい、黒,黒川さんをどういじってやろうかぐらいしか思ってん <laughs> ほんで阪神の話をどれぐらい入れたろうかみたいなあ,あそうやなそうやなこれを知ってあ塚本さんって実はこういう人なんですねって思っていただいて別にそれは構えへんねんけど、はいうん、ギャップすごいでしょうね見てる人この。 おもろを見てる人とラジオを聴いてる人はどうなんやろうね。そ、ね、うなんですかね。か難しいな。なんかて、うん、でもテレビとラジオはまたちゃうやん。そうですね。ラジオがでも本物ですよね。塚本さん。多分社内とあんまり変わらへんよ。そうです。これです。<laughs> 塚本さんはこれなんです。<laughs> 本当にあのテレビの前ではおすましされてますけど <laughs>。おすましはしてないよ。<laughs> これなんです。ラジオの。<laughs> みんななに知っっててほしししいいおすましはしてない <laughs> でもちょっと抑えてる、ね、抑える抑える,抑えるって言い方がどうなのかわからへんけど <laughs>、はい、自分の番組ではないと思ってる,る視聴者の皆さんのための番組であり立場サンドさんとカズノさんの番組かなっていうところは思って ています。そんな話をしてる。わけめっちゃ裏返。あれ。で見つけたび、もう一個どこ行ってん。見つけた。あの、虎姫駅にあるレストランというか、カフェに行きました。そこももう盛り上がりがすごいんですよ。カフェに行った。俺。予告編しか見てへんけどさ。カフェ感、何もなかったんやけど。そうですよ。盛り上がりがすごすぎて。阪神でもかなり盛り上がったんですけど、そっちも負けてないんですよ。神回なんちゃう。もうすごいですよ。ずっとテンションが。うわあって感じです。 めっちゃ楽しそうわ楽しみに見とこうそうですね今週阪神ファン以外の方も必見ですのであのそうですね巨人ファンの方も野球に興味がない方もぜひぜひ見て頂ければと思っておりますえっとメッセージテーマが「心がポキッと折れた瞬間」何言ったんやったっけ何言いました誕生日 あー<い>なんかお祝いする時になんか名前が違ったみたいな、はい、そう最後の最後に誕生日ケーキの名前が違ってポキッと折れたっていう話をしましたね、うん、その後なんかそのトークがきっちり締まらなくてなんかもう一回ポキッと折れたような雰囲気は感じたけど <laughs> なんでそんなこと言うんですかなんか自分の思った結末じゃなかったやろ、ね、いやいやそうですけどでもそれ言わなかったら多分分かんないじゃないですかみんなそのそうな分からないんですよあ黒川さんうまくいってないんやなって目で見られるじゃないですか塚本さんそうや 俺でも毎週さあの番外トーク収録聞いてるけど、はい、自分の思った通りの話の締め方ができひんかった時に、はい、あの露骨に嫌な顔するのやめた方がいい <laughs> 私ですすかし、うん、してますしてまる、えー、私そういう締めを期待したんじゃないのにっていう感じの顔めっちゃ出すやん本当ですか、うん、いやそんな思ってるつもりなかったですけどなあれ、はい、受けへんってなって。は ウケへんはありますねが受けへんし<う>なんか思ったリアクションとちゃうみたいな感じであれねあのサンドさんカズノさん分かんないんですけど私は結構プレッシャーを感じててあの番外トークに。うんうん あの面白いことを言いたい、うん、受けたいっていう気持ちが毎週めっちゃあるんですよだからお二人は多分アドリブというかその場でポンと思い浮かべると思うんですけど、うん、私はもう思い浮かばないのでめっちゃ考えていくんですよ、うん、携帯で調べたりとかして、うん、ポキッと折れたみんな何があんやろとか、うん、めっちゃ持っていってるんですよ、うん、でで受けなないんんすそもう じゃないですかこの前だって頑張って披露したのにさ大八木さんに長いの一言で片付けられてさめっちゃ嫌な顔してたねだってあかんでよあんな顔したらだって一週間考えていってるんですもんみんなに面白いと思ってほしいから披露してさ長いってかわいそうでもあれは私が長かったあれは大八木さんじゃなくて私が長かったあ、そそううな。だから反省して次からちょっと短く意識してますあれから アドバイス聞いてでも先週のもな受けへんかったしなあれいけると思ったんですけどねおいつかなんか爆笑トークを生み出していただけるように、うんはい、う任せてください<お>頑張りますじゃあどうぞえ今ダメダメダメ1 <laughs> 一週間考えて受けへん人が今出して受けるわけがないですよなるほどねはいあの皆さんじゃあ、うん、番外トークを聞いた上で傾向と対策を練って <laughs> あの心がポキッとと折れれた瞬間を送ってけば番外トークの再生回数も意外と伸びてないのよあっち見てほしいねもっと確かにそうですね見てほしいですね見てほしいでしかもツイッターインスタは全部見られるのかツイッターと秒数制限があって肝心の一番おもろいサンドさんの話が聞けへん時があるからそそそうううぜひ YouTube インスタでもいいんですけど YouTube でしっかり見ていただいてその上でメッセージを送ってきていただいたらはい お願いします。あ,あとこの前のと公園で、うん、あの出会ったご家族の皆さん、うん、のメッセージありがとうございました。あ,ありがとうございます。あの,あう,あのうちのスタッフがあの手紙きましたーって言って持ってきてくれて、<laughs> そうやったんや。<laughs> 嬉しかったですね。本当に見てくださってた。あの,の最終回であの蛍の旦那からあの手紙が届いたって言ってやってくるシーンと同じぐらいの温度で来てるのは知らんのかい。<laughs> 知らないですよ、ジェネレーションギャップです。<laughs> そんな変わらへんやん。<laughs> 本当ですね。あの、いろんな方からのメッセージをお待ちしてますので、よろしくお願いします。え、ということで、えっ、ー、と、十一月十日の金曜おもろしが、えっ、ー、と、それから十一日が。サッカーの決勝。はい。で、十二日がラグビーの決勝とスポーツ中継も続きますので、はい、えっと、皆さんお楽しみに、はい、おもろラジオでした。